こんにちは、チャーリーです。多くのアベレージゴルファーの方が右に打ち出して綺麗にドローボール、この球筋に憧れつつも引っ掛けとかスライスとかこういったミスショットに悩まされていると思います。そこで今回は簡単に右からドローボールを打てるようになる、そんな秘訣をお話していきたいと思います。まずヘッドがインサイドアウトに動く人とアウトサイドインに動く人、何が一番違うのか、実は切り返した瞬間の腰の使い方にあります。引っ掛け、ダフリ、スライス、これが起こっているそもそもの原因は腰の使い方。それではどうやれば右に打ち出して捕まった球筋が打てるのか、やり方が2つあって、人それぞれタイプがあるので自分がやりやすい方を選んでやってみてください。まず球を捕まえる切り返しというのは、トップからダウンに入るとき、右の股関節の位置が前に出ない。ここから前に出ることなく、左の股関節が後ろに行く。言い方を変えると、右の股関節を支点に左サイドが開くと、これはヘッドがインサイドアウトから入ってきて、ドローボールになってきます。なんとなく自分のイメージから考えると、インサイドアウトなんで、右サイド内側から外側に、こう使った方が、なんとなくドローになりやすい。インサイドアウトになりやすいような気がしますが、これは全く逆です。右の股関節が動かないまま、左が開く。これが球を捕まえる、コツになります。引っ掛け、スライス、これに悩んでいる方は、切り返しで右の股関節が前に出ていると思います。前に出ると、球に対して近づいてしまうので、インパクトでグリップを引きつける必要が出てきます。グリップを引きつけるとクラブは起きようとします。これがアウトサイドインを生んでいる原因になっています。イメージしづらいとは思いますが、まずはショートアイアンで球を打ってみてください。引いたら、右の股関節を動かさないまま、左の股関節を後ろへ。これは膝が伸びていいので、振ってみてください。すると、不思議なことに右からドローボール出てくると思います。これは映像で見てもらっても、切り返しで右が前に出るか出ないか分かりやすいと思うので、チェックして、まずはこの練習やってみてください。そして今これは切り返しから右を支点に左を引くと言いました。これをやっていただくとわかりますが、体重が右に乗ったまま振る感じになってきます。右足軸で振った方が振りやすい人もいますが、左足軸で振った方が振りやすいという方もおられます。こういった方どうすればいいのか、一度左に乗った後に後ろに引く必要があります。引く、左に乗る、そして左に乗った後に引きます。なので、これはやりやすい方を選んでいただいて大丈夫ですが、どちらにせよ、引いて、そのまま後ろへ下がるのか、このまま左に乗って、後ろへ開くのか。どちらにしても、体を開くときは、右股関節を支点に左サイドを後ろに開いていきます。こうすることで、体が球から離れていくので、グリップを下に引く必要がなくなってきます。グリップが真下ではなく、ハードの回転で前に出ていけば、ヘッドというのは必ず倒れます。トッププロがダウンスイングでシャフトが後ろに倒れますが、これは右サイドではなく左サイドが引けて、体がボールから離れるので、引きつける必要がなくなってきて、結果的にクラブが自然に倒れているという状態です。右体重で打つのか、左体重で打つのか、これは人それぞれやりやすい方を選んでいただいて大丈夫ですが、どちらにせよ切り返してダウンに入るときは、右の股関節の位置を動かさないで、左の股関節、左膝を後ろに引いて回転する。これが球を捕まえてくるとても大切なポイントであり、プロがダウンで起き上がっていないのも、左サイドが引けているから頭が浮かない。右が出ていくと、どんなに頭を押さえようと思っても前傾角度は起きてきます。そしてなぜ左サイドを引っ張らなければいけないのか。これは過去にも何度も話していますが、左回転するときに遠心力には必ず求心力という引きつける力が必要になります。左手で
フリスビーを持っていただいて、これを左回転して投げるとします。右足を軸に左を開けば、遠くに投げることができます。しかし、左足を軸に右を前に出すと、急に回転することができなくなります。これはゴルフスイングでも全く同じことが起こっているので、スピードを出すためにも、クラブをシャローイングさせるためにも、体を開いてハンドファーストに当てるためにも、右の股関節の位置を動かさないで、左の股関節を開く。これが球を捕まえる重要なポイントであり、ダウンスイングで体が起き上がる方や、クラブが外から入ってくる方、引っかかる方、ダフる方は、ここに着目して練習してみてください。そしてこの正しいスイングを行うと、インパクトの時に左足が浮いたような感じになります。このあたりは、シャゴル TV 公式アプリ、深掘り動画の方で、さらに徹底して解説していきたいと思います。よければそちらもご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。はじめまして、チャゴル TV 公式アプリへようこそ。当アプリでは、携帯またはパソコンの画面から様々なコンテンツサービスをご利用いただけます。例えば、コンテンツボタンから毎週金曜に公開しているチャゴル理論深掘り動画をお楽しみいただけます。また、会員の方による情報発信の場であるチャゴル会員の部屋や、直接チャーリー高沖からスイング動画へアドバイスをもらえるお悩みアドバイス、毎月オンラインで会員の方からのご質問にお答えしていくチャゴルズームミーティングなどのコンテンツもご利用いただけます。さらに全国で開催しているチャゴルレッスン会への優先予約やチャーリー高沖が指導しているプロや研修生の近況報告などもあります。そしてチャゴル理論をわかりやすくまとめたチャゴル理論最新のまとめなど、さまざまなコンテンツをご用意しております。タイムラインを押すことで最新の投稿をすべて閲覧できます。また投稿の通知音が気になる方は、画面上のベルマークから通知機能のオンオフを切り替えることができます。充実したゴルフライフに役立てていただけることを願っています。ぜひご活用ください。